皆様お疲れ様です。小田急タイムです。こちらは1979年頃の海芝浦駅。1940年開業。1980年頃の海芝浦駅。駅ホームが海に面しています。また東芝の子会社である東芝エネルギーシステムズの事業所が改札より隣接。そのため関係者でないと改札から出ることはできず、また事業所の撮影も禁止となっています。鶴見線は鶴見駅以外無人駅。IC カードの場合、一旦出場に立ち改めて入場。切符の場合は乗車証明書を受け取ります。公園も隣接しています。